はい、こんにちは、スプレーアートエデンの梅ちゃんとベラちゃんです。元気です。元気だね。今日は何する、何する、何する。メキシコ人が、はい、10回クイズをしたら、はい、どうなるのかやりたいと思います。何のクイズ、やりたい、やりたい、やりたい。やったことないよね、10回クイズ。うん、オッケー、じゃあ10回クイズ。じゃあピザって10回言って。超簡単なやつね。ピザ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 。はい、ここはわかりません。え、ここの名前はわかりません。ピザ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 。はい、シャンデリアって10回言って。シャンデリア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 。毒リンゴを食べちゃったのは誰？ロバ？誰ロバって。毒リンゴは何？シャンデリア？誰シャンデリアって。毒リンゴは何？知らない。毒リンゴって言葉が分かんない。分からない。はい、じゃあ次。桃太郎って10回言って。桃太郎、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 桃太郎。川から流れてくるのは？桃太郎。水でした。ああ。分かった、ね、そんな感じ。あー、そういうことなんだ。そういうこと、そういうこと。あー、ということで、第1回目のベロちゃんと10回ゲームでした。10回クイズでした。ダメだね、これ。楽しい。日本語が20回ゲームやりたい。バカ。ということで、楽しいと思ったら高評価かチャンネル登録お願いします。お願いします。え、本当に毒リンゴ意味わかんないの。毒リンゴ、毒リンゴ、毒リンゴ。違う違う。